えー、次に小川克也君立憲民主党民友会希望の会の小川克也でございます、えー、北海道選挙区の選出でございまして、まあ、北海道はご案内のとおり、まあ、大規模化が進んで担い手の集積が、まあ、先行しておりますまた農地については売買が主ということで、えー、府県と、えー、かなり、えー、風習と、まあ、現状が違うもんですから、まあ、変な質問するかもしれませんのでご容赦いただきたいと思います ままず安藤先生にお伺いいいをしたいと思います私たちはこの5年前、この法案が出てきたときには、いわゆる官邸農政といわれるものを魔物との戦いで、多分平地を集積させて、そこに企業を参入させるのが狙いなのではないかというふうにうがった見方をしておりました。5年経ってまあ試行錯誤の末 その狙いについては、まあ、本来どういうことだったというふうに総括されておられるのか、安藤先生にお伺いしたいと思います安藤参考人。当初できたときはです、ね、企業の参入を促進すると、こういう役割をあの中間管理機構を担う予定だったわけですけれども、まあ、実際にはですね、 土地量型農業部門で,です、ね、それだけの参入を、えーまあ、実現することは、まあ、かなり難しかったなというのがあ正直なところじゃないかなというふうに思っています。ます、あ。それだけ、えー、水田農業土地量型農業については収益的にはかなり厳しいというのがあ実際のところで、えー、そこをはれのけてまで企で業、ね、が入ってくるというのはちょっとやはり難しかったなと。 というふうふに思っておりますまた、あの官邸納税という話がございましたが、まあ、これにつきましては、あのこの法案が通るときもです、ねえー、国会の方でで付、ね、帯決議がつきまして、かなりあの、えーまあ、先生方が頑張られたということだと思いますけれども、えー、現場の意向がそれなりに反映されるような状況をなんとかあの作ろうとしていったということだというふうに理解しております。以上です あの、私も同じ見立てをしています。あの、もし狙いがあるとすればえ、後にコンクリート農地などという法案も審議させていただきましたけれども、まあ、首都圏やまあ大規模消費地に近いところの府県域の平らなインターの近くは、引き続き狙われているのかなという感想を持っています。 今日佐藤参考人から秋田の素晴らしい事例を見せていただきました。私どもが数か所視察をした中では、こんなにきれいに集積が進んでいるところはなかったというふうに思っています。あの、秋田の事例についてお伺いをする前に、もう一点安藤先生にお伺いをしたいと思いますが、全国の事例をよく研究されている安藤先生の中で、この秋田の成功例というのは、 どういうその評価になっているのか、お尋ねをしたいと思います安藤参考人、はいえっと、秋田県の、まあ、調査をさせていただきましたけれども、その時に私の印象に残っているのはです、ねあの、行政の間の連携関係、非常によく取れているなと、うんえー、気候と農業委員会との連携も非常によく取れていますし、それからあの。 特筆すべきはです、ね、あの地元から推薦された方を、機、え、構、ー、のすいません正式名称は私、出てきませんが推進という形で、えーまあ、その指定をしてです、ね、で彼らが地元の森林を受けつつ、えー、地,あの地域を動かしていくとこういう、まあ、制度を取っているというのが。 あの推進というのはどこの県も置いているケース結構多いんですけれどもその本当に動いてくれる人を地元からの推薦で指定しているという話がです、ね、非常にあの印象深かったなというふうに理解しておりますそういう点ではあの県、寄稿しっかりしていますけれども、えー、主導権はやはり地元に任せているとそういう運用をしているという点があの優れているとこれはあの秋田だけに限らず実績を上げている富山県、福井県 共通してて言えることかとか思っておりますす以上です小川克也君、えー、安藤先生の言葉を借りれば、結構、無理やり押し付けられた制度の中で、多分秋田県の皆さんは真面目な方が多いんで、本当に努力をされたんだろうというふうに思います。またあの、面と向かっておべっかを使うわけじゃありませんけれども、やはり北海道で学ばれて、まあ、県庁の農政を担当されて、えー、校舎の理事長を務められた佐藤参考人の、 存在も大きかったんだろうというふうに思います。それで、私がですね、常々申し上げているのは、担い手に集積をしてしまうと、それ以外の方々が集落に居づらくなると。で、その代わり、いわゆる、いわゆる高知農業は、合理的な手法をあくまでも追求すべきだけれども、高付加価値を狙う作物はその周辺に必ずあるべきだというのが、この4ページに見せていただいた、 まあ百合本城の事例です水田があって、その他に、林道、アスパラ、古菊、これが、いわゆる収入を得て、そこに農業集落の人口を保つことができるという事例だというふうに思います。その下に、これまた、まあ、素晴らしい地図の存在があるわけでありますけれども、北秋田の事例についてお伺いをしたいと思います。まあ、ここまで素晴らしい地図が出来上がるということは、 やはり地元の素晴らしいリーダーの存在がいたのではないか。それから、あいわゆる百合本城の林道アスパラ小菊のような米以外の、えー、産品がしっかりと脇を支えているのではないかというふうに拝察するわけでありますけれども、えー、佐藤参考人に簡潔に教えていただきたいと思います。佐藤参考人。はい、えー。まずあのー、 由利本町市の町会、ここは中山間地域でございますけれども、まさに、あの、先ほどちょっとご説明の中でお話し,しました、秋田型の補助整備、えー、あの、いわゆるその、基盤である補助面工事をしっかりとやって、気候を中心にして集積して、途中両方の方の作物の生産コストを下げていくと、効率を、作業効率を上げていくと。で、その上で、それだけだとなかなか、北海道のようにいきませんので、秋田県でも、えー いわゆる農業として自立には不足なわけですね。そこで、えー、特に本県の場合は、コメンゾン体質が非常に強いわけでございますので、なんとか園芸品目等をですね、そこに入れて、えー、しっかりとこの法人が回っていくような形で、経営的に回っていくような形でということで、あのー、園芸メガ団地をこれにオンして、 で、三味一体で進めていくっていうパターンでございます。これが、まあ、中山間でやってる、まあ、典型的な事例でございます。で、下段の方は、確かにいろんな作物はやります。あの、えー、ここは、キュウリの産地でございますけれども、ただ、どっちかというと、えー、土地改良区の、まあ、理事長さんなりが、トップに立っている方が非常に、あの、熱心な方でですね、えー、小域合併した市町村で、あの、四つか、四つ、五つですね、五つあった土地改良区をまとめながら、 それと、これを一緒にやったというふうな事例でございまして、いわゆるその勘地の経験を生かして、えー、やっていったという、都市化力が主体となってですね。もう、すでに前にもうこれは整備終わってますので、当時は集積の要件が何もなかったもんですから、こういう形で集約という点では、なんか不十分な形になってましたものをですね、簡易な整備をやりながらですね、もう一回シャッフルしたというふうな事例でございます。まあ、こういったものをですね、これから我々は第二ステージでやっぱり横展開していく必要があるだろうなというふうに思ってください。 也君重ねて佐藤参考人にお伺いをしたいというふうに思います、えーまあ、先祖伝来の土地農地という言い方がありますで農家のおに生まれた方々は多分、まあ、じいさんの代から作ってきた畑はあそことあそこ田んぼはこことここと,というふうに覚えておられてそれで、えーまあ、できれば親が介護が必要になってきたら、まあ、都会から戻ってこようかとあるいは 定年になったら農家になってもいいなっていうふうに思っておられる方もおられたと思うんですが例えば完地をしてしまったり京阪を取り除いて大型になったりしたりすると自分の家の農地という思いが小さくなるそれからあるいは担い手に出してしまうと、まあ、戻る場所がなくなるということで集落に戻るはずの人口が確保できなくなるというようなディメリットが 農地の中間管理のこの法律にはあるんではないかというふうに私は想像をしておりました。その点についての佐藤参考人の解説をいただければと思います。佐藤参考人。えー、あの、小川先生のお話が、まあ、わか,からないような感じでもないんですけれども、実際現場でですね、 まずそういう感じはないですね。正直申し上げまして。あの、論理的にこう、三段ン法で行きますと、そういう感じになるんじゃないかなというふうなイメージはわ分からないわけではありませんけども、現場の方でも、もちろん、あの、U ターンしてきて、また、あの、都会に行った方々ですね。定年を若干早めて、戻ってこられて、あの、田んぼやってる方もいらっしゃいます。ただ、そういった方々もいらっしゃいますけども、大方のところですね、この農地、頑張って今まで作ったんだけど、これがどうするのかと。 いやいや、このまま荒らしたままで、誰も引き受けていないと、まあ息子はもう帰ってこないだろうし、娘もいる先で、あとは戻ってこないという中で、じゃあどうするのかと、いや、ご先祖さんに申し訳ないなという気持ちで、なんとか枯れてもらえる人がいれば、枯れてくれないかという方が、私は相当多いんじゃないかと思ってございます。ただ、いや、おばあちゃん、申し訳ないけども、このままとなかなか厳しいので、やっぱり少し、今本庁整備やろうとしているのでね、入った方がいいよと、でないと、このままだと、誰も借りる人も、 借りたくても借りるようがないんだよというようなことも併せて話しながら、今、進めているという最中でございます小川克也君あの私の印象が間違ってたら申し訳ないんですが、まあ兄弟の中で誰か帰って作らなきゃいけないなと思ってたところを、機、え、構、ー、に、えー、借りてもらって、えー、誰かがやってくれて、まあ、ほっとしたと。 女房も自分の実家に帰るなんて言ったら、もう賛成もしなかったけど、まあ、説得しなくて済んで助かったという方がまあいるんじゃないかというふうに、今でも思っています。で、次に、えー、宇田参考人にお伺いをしたいと思います。えー、まあ、和歌山市にも割と近く、まあ、あの阪神地域から、あのそうはほど離れてないんで、まあ、元気のある地域で、まあ、果樹や野菜がまあ高く売れるという地域だろうというふうに思います。まあ、しかしながら、日本の人口減少は、 広くあまねくでありますし、まあ、全産業、全業種、全地域に人手不足が来ているわけであります、まあ、後継者がいない、いわゆる農家というのがあの、どん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 出てくるんじゃないかというふうに拝察をしているわけでありますけれども、その辺の事情はいかがでしょうか。宇田参考人はい以上 つい先日、あの和歌山の人口減少率で、えー、ワースト4だったと思います、それから空き家率が多分ワースト1ということで報道があったと思うんですけれども。えー 特にあのこの間ですね、団、え、塊、ー、の世代の方たちが非常に頑張ってきたんですけれども、そこが急速にこうリタイアしていくってるような状況を見受けます、で実は先ほど、木の川農協の組合、900名少しって言ったんですけれども、実はもう名前だけ亡くなられてとていうことで、出荷ない方が300人近くもいます、えー、ですので,で、自分の集落を見ますと、5年後ぐらいに何も手を打たなかったら、おそらく半分ぐらい。 になる可能性もあります今、現役で頑張っている方が80歳ぐらいまで頑張りたいとおっしゃっているんですけども、えー、もう5年で80到達する方でもいらっしゃいますので,で、その方が続けられているのは、近くにいる男性の方が支援しているからできているんですね、ですから、そういうものがこう崩れてきますので、何も手を打たなければ、相当こう速いスピードで、急速に担い手が少なくなるというふうな状態だというふうに思っています、はい、以上小川克也君。 想像するに、例えば水田地帯の、まあ、軽除去をして大きな一枚にするというような、まあ、集積のメリットは、まあ、中山間の果樹などについては大変小さいんだろうというふうに思います。まあ、そんな中で、ちょっと先の話になるのかもしれませんけれども、まあ、他の果樹の果樹地帯で、本当に個数が少なくなれば、別に傾斜地に果樹がある必要はないので、 平らなところに舵をすれば、えー、もっともっと効率的に生産が可能なんだとで、将来はそういうメリットもあるんだという話が、えー、私、聞いたことあるんですけれども、えー、和歌山県の紀の川農協の地域では、えー、そんな将来展望については、どういうお答えをお持ちでしょうか宇田参考人、はい、議長、えーと、一概に言えないと思うのは、品目によって、生産物によって、その条件が非常にこう変わってくる。 と思います例えばキウフルーツでしたら、えー、水田跡っていうのは確かに作業しやすいように思うんですが、えー、水はけがよくないということになってくると、ですねそこは不適地ということになりますので、非常にそのあたりが、若い者は特にその地形が複雑ですので、単純ではないなというふうに思います、はい、そうですで、はいはい、小川克也君。えー、あの時間がなくなりましたので <laughs>、えー、もう一問しようと思ったんですけど、諦めます。でえー この5年前の登場のときと、まあ、勢いが少しあの変わって、えー、目的も少し変わってきたのかなというのを、えー、最初の安藤先生に対する質問で分かってきました。それから、まあ、あるものはしょうがないんで、な、ま、ん、あ、とかこの集積をするということについては、まあ、メリットがないわけではありませんので、その周り、中山間にはどうするんだ。 それから集落の人口を守るためには、ほかにどういう施策が必要なんだということを、党委員会でいろんな議論をさせていただければと思います。ありがとうございました